難易度もちょっと複雑で、はい、問題の難易度と解説の難易度があるんですよね。詳しく教えてもらっていいですか、はい、その辺。武田塾チャンネル。高橋先生、はい、今回比較する参考書なんですか。1冊目は標準問題成功、はい、2冊目は1対1対応の演習、はい、数学また来ましたね、有名どころ、はい、この2冊を比較していきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速いきましょう。本日の参考書はどっち。さあ、ということで、表問と1対1なんですけど、はい、まあこれよく聞かれますよね。聞かれますね、表問と1対1どっちがいいの、代わりに使っていいですか、はい、1対1みたいな、はい、聞かれますね。はい、じゃあ比較していこうと思うんですけど、まずはデータ面からね、はい、いこうと思うんですけど、問題数からいきましょうか。はい、標準問題成功の問題数言いますね、うん、1A が101問、 2B が165問、数3が116問となります。なるほど、3冊足すと大体400台弱という形ですね、うんうんうん、はい、ですね。1対1は1対1対応はこれ例題ですかね、うん、数 1A が107問、 2B が142問、数3が111問となります。まあ、1A、2B って分かれてるから6冊でってことですね。あ、そうですね、2冊ごとでの合計出してくるんですね、はいはい。まあ、プラス基本1対1は演習もやるからね、その倍ぐらいの量にはなるって感じですかね。例題と演習が解き方は違うんで、うん、両方やっとかないとダメってことですね、はい、例題だけをやるなら基礎問表も問題数は実際あまり変わらないってことが分かりましたね、うん、そうすると確かに、うん、問題数が一緒なんだったら、うん、確かにどっちやってもいいっていう意見も分かりますよね、うん、時間が一緒ですから、かかる時間が、はい、じゃあ難易度はどうなのって話になるんですよね。はいはいはい、うん、難易度もちょっと複雑で、はい、問題の難易度と解説の難易度があるんですよね。ちょっと詳しく教えてもらっていいですか、はい、その辺。まず問題の難易度、はい、これは1対1の方が簡単ですね。問題の難易度は1対1が簡単、うん、表問が難しい。そう、はい、1A はそうでもない、まあ、大差ないんだけど、うんうんうん、だけど 2B と3は明らかに1対1の方が優しいですね。なるほど、表問が結構難しい問題、ね、うん、難しい問題も入ってると、はい、で解説、解説、はい、これは1対1の方が全然むずいですね。難しいですね、うん、はい。1対1ってそもそもなんていうか、この問題を解くための解説じゃないんですよね。うん、解説が難しいってところがちょっと視聴者の方ちょっとよくわからないとかだと思うんですけど、うん、同じ解き方なんだったら同じ解説になるでしょうと、うんうん、解説が難しいっていうのはどういうことなんですかね。1対1対応の解き方っていうのは、はい、その問題解ければいいって解き方じゃないんですよね。どういうことですか、まあ、もう少し深く教えてください。例えばその数学の問題集で例題を、うん、計算のなんか方式そのままぶち込んだら解けるような問題ってあるじゃないですか、うんうん、はい、その知識使えば解ける問題なんだけど、あのそれを発展させていろんな問題に生かしていこうって思ったら、ちょっとそのいろいろ使い方とかも改善しなきゃいけなかったりとか、うんうんうん、難しい問題の使い方をこう解き方があったりするじゃないですか。そうですね、それは1対1の解説の仕方ですもんね、うん、そう、だから1対1の問題を解きたいだけなら割と力技でもいけるような問題を、うんうんうん、結構その難しい理屈を使ってわざと難易度高い解説にしてるっていうところが、いろんなバリエーションの問題も解けるように、そうそうそう、その先のことを見据えてるって解説の書き方ですよね、1対1は。なのでそこが結構大きな違いなんですよね、うんうん、1対1の方が解説が難しい、うん、問題は表問が難しいと、はい、じゃあそれぞれどっちの参考書、あ、いろいろ合う人合わない人いるじゃないですか、うんうんうん、その辺について次の動画で詳しく話していきたいと思います。はい、大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。